浜田ささんん小川夏さん別居報道卒婚説に迫るこの2人がつい最近別居したという報道が流れていろんな説が浮上してますが卒婚説がかなり多いんですけれども実は卒婚というのは夫婦が長年一緒に暮らしていてお互いが自立した関係で離婚ではなくお互いを認め合ってそれぞれが別々に暮らすというとってもいい関係の夫婦の形態なんですけれどもですがこれはなかなかお金がないと世帯が2つになったりそれからお互いが信頼してないと勝手気ままなことをして後でいろんなことに巻き込まれる たりするのでお互いの信頼それから経済力も成り立っていかないと無理だということでなかなか理想ではあるけれども踏み切れないい夫婦が多いものそんな中でお金もある自立もして信頼関係もあるという2人はこれから卒婚という形でたとえ理由はどうであれ仲かつまじく信頼し合って長く夫婦で添い遂げていただきたいと思います。